おはようございます。 SBFJ 利根川です。今日は荒川を渡って川越方面へ。埼玉で流れ出している温排水を攻めます。この時期は日の出が遅いので、それまで車内で待機。明るくなってきてから改めて様子を見ると、これぞ市街地の川という雰囲気です。いつもより静かめに準備を開始しましょう。この吐き出しでやりましょう。相田さんがそこの角で草を狙います。小向井さんは普通にポピュラーに対岸を狙って、じゃあ準備していきます。じゃあ小向井さん、相田さん、よろしくお願いします。新年一発目です。新年二発目、相田さん、小向井さんと一発目です。ということで、今日竿を出すのは新河岸川の温排水です。新河岸川は荒川から分岐したばかりの隅田川に吐き出す劣気とした川で、新河岸川放水路、いわゆる瓶沼とはまた違います。小向井さんが偵察してる。流れなし。釣り台を置いて、スマホアプリの水平器で釣り台が水平になっていることを確認しますが、前側がコンクリートで護岸されているので、台は出しやすく足場は最高です。タンプレでもらったクッションを置いていきます。よし、釣り台の準備が終わったので、ここを狙っていきましょう。いや、でけえなこいつ。いや、マジであったかいんでしょうね。上から見てこのサイズだもんな。怖っ。来ませんように。どっかり座って、冬で水位が低いのか、水面まで少し距離があるので、ロープ付きのバケツで水を汲みます。ノズリの必需品。温かい美味しい水をゲットしたので、芋を割ったシンベルグルテン、そこのいつもの餌を作っていこうと思います。コンパクトタオルを吸水、ポッテリン、縮むじゃねえや、あれが遅い、よいしょ、へいへい。今日はちょっと気分的に多めに入れよう。へい、はい、これで吸水。とりあえず風切りの12尺でこのまっすぐ狙ってみましょう。そうそう、仕掛けは道糸 1.5 号の仕掛け箱から、12尺を使います。いっぱい入ってますが、今日はこの辺の竿しか持ってきてません。この辺10から21かな、この辺しかありませんが、まあ12でいきます。相田さんが7時13分スタート。小向井さんも始めてるんですか、これから。小向井さんはまだ棚をどこにするかなと見ているそうです。いや、勝手な想像なんで分かりません。針はどれにしようかなと言っても 1.5 号なので、こっちのハリスではなくこっちのハリスです。アクト7にしようかな。セッサ6かアクト7か、いや、セッサの6だな。セッサの6にしよう。よし、それじゃあ透明よろしくお願いします。よろしくお願いします。透明。12尺で何にもないところを狙いましたが、それが悪かった。温排水ゆえに緩やかに水が常に流れているのか、左側にどんぶらこうどんぶらこうと浮きが流れていってしまいます。フェードアウト。仕掛けを回収して2投目、投げる位置を少しだけ右の壁寄りにしてみました。そこだと流されずに済んでいるので、浮きの位置を調整してここに次から投げていきます。そして私のスタートから10分も経たずに相田さんの竿が曲がります。まあ、それからやっぱ鯉のたまり場と、草の周りには鯉がいっぱいいたので、最初はやっちまったと思いましたが、あら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 、もしかしてだけど、あ、おおおお、すごいすごいすごい、びっくりですね。綺麗よね。綺麗ですよ。よし、献上台初めて。ちょっと開けてあげよう。
これちょっと今年初の幸先すごい良くないですか。初当たり初ヘラ入れる。まあ 38.5 ってところか。めっちゃ肉あって、めっちゃ こんないるんすねここ。マジで幸先良くないですか今年。ありがとうございます。恋じゃなかったんだ。恋じゃなかったですね。あの上がりが早くなってきて恋かなーってでやっちゃったーってましたけど、それこれ引きますよね。さすがアイダマン、新年一発目の釣りで初当たりのヘラブナはすごい。一方利根川の浮きは動かないというか、なんというか、相田さんが釣った場所とそう離れてないのでこっちも釣れていいはずなんですが。小向井さんもヒット。網あります？来い。想像の数倍でかいです。80ぐらいですか。75。あーでもいい声ですね。あの一応網持ってきたんですけど、あのごめんなさい。スタートから1時間ちょっとが経過して反応がなかったので、相田さんのアドバイス通り餌の投入ポイントをぐっと寄せて草の横でやらせていただきます。今回おもりベタのいわゆるドボンの釣りではなく、2つの餌が底についたバランスの底釣りなので、いい場所に入ると流されずに止まりますが、変な場所だと流され続けてしまいます。ここに決めたという場所で浮きが1目盛りしか出ていなかったので、仕掛けを回収して次の餌を投入する前に浮きを止めてる糸を調整して穂先側に少しずらしました。これで3目盛り出てくるはずです。ちなみにこの一頭で釣れます。この時はちょうどボッソボソのグルテンを一回り大きくかつ軽くまとめて針の根元だけグッと押さえてつけました。あと3目盛り出るはずとか言いましたが、ちょっとやりすぎてしまって4目盛り出たのを少しだけ差を引いて調節したのはここだけの話です。突然ですが、利根川が最近ハマっているもの何でしょうか。小櫃川で自己記録を更新した時も映ってました。そう、ハッピーターンのパウダー 250%。 パウダーがマシマシになっていてめちゃくちゃうまい。釣りの時はコンビニへ行くとつい手が伸びてしまい買っちゃいます。今回も例に漏れずバッカンに忍び込ませてあるので、ガサガサして開封もぐもぐしていたらやっちゃいました。作ってんのかな。作ってました。でも濃いじゃないですね。いや濃いなのかな、ちっちゃい。デカマブナ、大マブナですね。あ、食ってる食ってる。でけえ。マジででけえっすよ。40近いマブナさんです。ん、あ、そうですね。でかマブ41ある。41.3 ありますよ。41ありますね。肉もそこそこ厚いですね。うん、よし。いやでもそうですね、ハッピーターンハッピーになりました。匂いも臭くない。
よいしょよいしょ。いや、あさってじゃないですかね。ごめんごめんごめん、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ありがとう。30分1時間と時間が過ぎ去っていき、みんな反応がなくなってしまいました。魚が動くのは朝と夕方で、日中は釣るのがちょっと厳しいかなという判断。というのもご覧の通り、手前側に杭が何本かありますが、朝は見えていませんでした。場所を移動します。伊佐沼の横を通り、往年の釣り場である観音瀬へ向かいますが、道に迷いました。軽トラしか通らないようなあぜ道、腹下をズリ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 と吸っております。最近はジムニーロング、いわゆるシエラのロングバージョンが出るという噂がかなり盛り上がってきたように思います。でも全長がもう少し長くないと、3人分の釣り道具プラス人が3人乗らないので悩みます。だからといってハイエース、キャラバン、デリカは買えるような金額じゃないし、想像以上に激しいノズリ場も多いので、正直悩んでます。命からがらたどり着きましたが、釣り台を出すにはかなり準備が大変そうなので諦めます。ここ観音瀬はおそらく正式名称が太郎右衛門自然再生地下池で、その昔太郎右衛門という渡し船があったそうで、その名を冠した橋ができて、ここはその一帯にあります。まあ、大元までたどれば、荒川が昭和初期に付け替えされて、もともと本流だった場所の一部が池になっています。そのエリアにある池なので、こういう名前なのでしょう。いやー、こういうのを調べてると楽しいですよねいつまでも緑豊かであってほしいです。さて、さらに次の候補地へ移動しましたが、昔竿を出したことのある一の川はやっぱり釣れているだけあって人が多いのでパス。埼玉県比企郡吉見町多幸寺の前池、まさにその名の通り福州寺というお寺が目の前にあります。園庭の修理が最近すぎる雰囲気だったので、水質、水抜きの可能性、その辺を考え、ここもパスしました。道中コンビニにもかかわらず 50% オフになっていたハッピーニューイヤーのケーキを食べて糖分を補給。別の場所を何箇所か回り、最後に竿を出しましたが、残念ながら釣れなかったのでラーメンを食べて帰宅。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。